皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はハープのハーモニクスは1点でしか音が鳴らないということで、外れたらどうなるのかについてご紹介したいと思います。ハープのハーモニクスはこの各弦の1点でしか綺麗にならないんですね。でちょっとずれるとどうなるかなんですが、ここが一番綺麗になる1点なんですが、こんな感じでもう音が全然鳴らなくなったりします。ちなみにここがラの今弦を弾いてますが、ミーの音が出ましたね。そう、上から少し離れたところでいくと5度上の音が出ます。ここはまあ使わないんですが、音が鳴らなくなってしまうので、オーケストラでハーモニクスがあったりするとすごい、外さないように気をつけていきますね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。